三重県は今月中旬、志摩市の英虞湾などの真珠養殖業者を対象にして、アコヤガイの大量死についてアンケートを行いました。198の業者が回答し、稚貝と呼ばれる幼い小さい貝は、およそ464万6000個が死んだことが分かりました。死んだのは全体の 41% に当たります。通常死ぬのは 15% ほどだということです。原因として水温の高さなどが指摘されていて、県は梅雨明け後に水温が上がったときに備え、水深が深く水温が低い漁場に貝を移すよう業者に周知します。